平子場正二は日本の野球選手、プロ野球審判員、戦後初の高校野球優勝投手となった人物でもある。兄に国民野球連盟の唐崎クラウンに選手として所属し、後に関西六大学野球の理事長を務めた平子場正春がいる。1946年、阪急西宮球場で行われた戦後第1回目となる。 第28回全国中等学校優勝野球大会で、何和商業学校の投手として活躍。準決勝の東京高等市販付属抽選において、1試合19、脱三振の大会記録を達成する。決勝でも京都に中を監空、同校の戦後初優勝に貢献した。卒業後は、慶応義塾大学に進学。東京六大学野球リーグでは2回の優勝を。 経験。リーグ通算65試合登板し、29勝26敗、258、脱三振。1948年周期のリーグ戦では、東大1回戦で、ノーヒットノーランを記録。最終年の1951年には首相を務めた。慶応義塾大学卒業後は、社会人野球の金棒に進む。1952年の都市大校に出場。 坂江屋へ、津男との投げの日本柱で決勝に進み、日鉄二瀬を下して、金棒3連覇に貢献。その後も主力投手として活躍した。選手としては、プロ野球入りはしなかったが、後にパリーグ審判員となり、4年間務めた。1969年、パリーグ審判員を退職して、香川県の小豆島に移住。2002年頃まで、 ゴルフ場総支配人などを歴任。2007年8月11日、小戸島の自宅で死亡しているのが発見された。同月上旬に死亡したものと推定されるが、正確な死亡日は不明である。何は商業学校時代戦後初の夏の甲子園で優勝投資となった当時、兵庫県淡路島に在住していた小学生、深田幸野は、 平子場の会挙を新聞の活字で知り、この平子城中選手、どないなピッチャーなんやろうなぁと思い、高校野球に興味を持ち始め、公けこれと甲子園大会を結びつけるきっかけとなった。この公けの少年こそ、後に作詞家、小説家として、名を馳せる悪友である。ありがとうございます。